もそうなんだけど、でもその自然な子供たちがもっと赤ん坊の時、本当にまだ1歳ぐらいでね、うん、おときからするとね、子供って赤ん坊、おこうなんですよ。ちょうど初孫ができて、あ、そうか。それで、ね、家族を見てて、怒ってくれてね、元気だから見てるでしょ。そうするとね、こうやってなんか、あのつね、こうやって踊ってるんだね。踊り出すんですね。だから、あれって面白いとき、で自分でね、教わりもしないのに、こうやって、こうやってるんですよ。ですっごい、あの、お母さんと一緒になって見させてね、うん、初めて、まあ、あんまりテレビなんか見せないよって思ったんだけど、うん、まあ、あんまり前だからちょっと見せたら、その興奮ぶりって言って送ってきたわけよね、うん、本当にハハハとか言ってんですよね。一歳で、そう一歳ね、そう、それはもうね本当にびっくりしてね、それでなんかお母さんなんてことの踊ってるの見て、うん、でなんかさ、ともかくまだ喋れないんですよ、もちろん、はい、それがね、か体全体でああ。参加してんですよ。それ見てね、うん、あ、やっぱ本能なんだなと思いましたね。そうですね、ええ、その本能もそのだんだん体に表現してみんなと一緒に楽しむようになって形というのが、まあ、そうです、それを表現する、何かを表現するっていうものにまあ変わってくるんでしょうけども、ね、でももともとは踊ったり歌ったりっていう本能を持ってて、うん、だからそれに喜びを感じるっていうかね、うん、そういうものがあるものを、まあ、いろんな本能をで生きられなくなってる今の世の中がね、うん、で本当は本能で生きると一番あの人間はストレスがないし、そうですね、そうですね、だから子供たちになるだけ伸び伸びとってもけど、でも本能のまんまにしていると、うん、これからすごい苦労するわよと社会的にね、そうです、うん、その、うん、何か血が騒ぐとかね、血が騒ぐとかね、 それって、必要だ、それがね、情熱だったりなんだとか思うんですよ、人間のね、うんうん、だけど、それを騒がないように、騒がないようにって邪魔するものが多いですよね、今は、そうなんですそうなんです、ね、だから、子供たちもね、っていうか人間って、ね、自然なもので、自然で、子供ってすごい自然じゃないですか、うん、ボム踊りがすごいじゃないですか、そうです、ね、あれってね、すごいですよ、うん、インディアンのね、あの血流してさ、つまりなんていうんだっけ、あるんですね、うん、もうさ、こんなところいっぱい傷つけてさ、うん、わーっつってやる、インディアンのあれと同じなんですね、うん、やっぱりこう、吐き出さないとダメなんですよ、そうなんですね、なるだけバカになって、うん、もうバカになって、そう、本能をこう、本能でやらないとダメで、生きられるっていうのが一番幸せなんですね、本当は。ですよね。最近ね、若い、まあ、特に女性の方ですけど、ヨガとかね、もっと自然な体の動かし方みたいなものをこう、みんなが気がついてきたような気はするんですね。それを感じる時っていうのは、なんか昔よりは増えたような気がするんですよね。そうですね、体 の自分の中身を感じるっていうね、うん、形、はい、それを大事にするっていうのは、うん、昔より増えたっていうか、そうですね、昔は普通にやってたことが普通にできなくなって、うん、もっと自然と直結するっていうことは、ヨガでもそうですよね、はい、自然と直結して深呼吸はしてたろうし、あれしてたろうしっていうところが、うん、みんなできなくなって今教わってやるようになったけど、うん、昔の人は自然と一緒に暮らしてたから、ね、だからそれはそれこそやってたんですよ、ヨガ的な生活をやってた、やってたんですよ、日本のものっていうのが、うん、なんか遅れてるものっていうふうに、うん、西洋のものが進んでる、そっちに追いつかなくちゃみたいなことで、うん、今までのものくれてるんだと、古いものであると、うん、ね、程度の低いものであると、うん、大変低いものであると、うん、自分たちの文化をそういうふうに思って変えちゃったんです ね、 そうですね、だからそれが本当に自分たちの暮らしから、それこそ難波っていうのは、うん、昔みんな人間の暮らしでそうだったんですね、アジアの人たちは、うん、つまり金魚へ金魚へだって、みんな、うん、天秤担いで物を売るんでもみんなこうだったんです ね、 そ、 うですね、それから農耕民族は桑持ってる難波なんですよ、です、ね、全部暮らしが、うん、そこから来てて、それでそういう体になって、うん、自然とね、食べるものを作って暮らしてたというものを全部ひっくり返しちゃって、うん、そして100年そで、私たちにとってはね、ドドドンドンドンゴーンって、ドドドンドンドンってゴーン当てるとかね、うん、それって
全然わけないことなんですよ。そうです。ふっとか用意とか言う間っていうのは、うん、もうわけないことなの。わけないって気持ちが悪いんですね。どうしてそこにそんなところで打てるんだろうって思っちゃうわけですよ。でもだからそのふっとか用とかいうのはやっぱりそういう、周りのところの水の中にいないとダメなんですよ。そうですね。だからもう今はもう本当に西洋文化になっちゃってるから、うん、それであのお母さんたちも、はい、あのまあ、パーカッションやってた人たちなんかは、はい、あの なんだか横で自分で風書いたりしてね、うん、それで太鼓覚えたりやってますけど、うんうん、でも踏みかけきれないんですよ ね、 そうですね、踏みかけない間があるわけなんですよ、はい、そういう間っていうのは、うん、それで微妙に人によって違ったりとかね、うん、だけど絶対にその気持ち悪いところって違うわけじゃないですよ、うん、ちゃんとそこに入ってるんだけども違う、みんな違うって、うん、アジアのものってそうですよね。そうですね、で、うん、それを午前にしてこうきっちり入れちゃってみんながやりやすくしちゃうと、うん、そうすると違ったものになってしまうんですよ。違ったものですね。そういう音はどうやってできたかっていうとやっぱりクラシックからできてるんだと思うんですよ、うん、だからまあ農耕民族は農耕民族の、はい、音があり体の動きがあり、うん、そこから踊りができて、そうですね、っていう感じですよね。だけども今そういうものがないわけですよ ね、 そうですね、全くそういうものがなくって、うん、まあ民族芸能って、まあ、まさしくそうですよね、うん、みんなこう下に腰を落とすじゃないですか。そうです、ね、であのバレエなんかは騎馬民族はピンプが跳ねますよね。そうです。まあ乗ってますからね。そうなんです。基本はその子供の時もう赤ちゃん1歳の時にその音とかそういうもので、感じれる感性ってのは本来は持っていて、もちろんそうです、うん、もちろん持ってるんです、うん、それはまたそれはもう何人でもそうね、うん、西洋文化の赤ちゃんでも何でも人間としてのね、うん、根源的に踊りとか 歌ったりとかいうものは本能で持っていってっていうのは、うん、それはそういうものを押し殺して本能じゃ生きていかれないじゃないですか、うん、人間だからそういうことを押し殺してるから、うん、だからまあ寮のカーニバルがあったり、うん、いろんなことでそれを解き放す場が、ね、だから祭りでみこし担いでたりとか ね、 うね、こうトランス状態になる、そうなんです、ね、全て取ってトランス状態になるっていう場所はが必要なんです ね、 そ、 うですね、それは本当にそうなんです、うんうん、だからそれはそれはでもまた子供歌舞伎とは違う根源的にあるんですけど、うん、はい、そういうものを持っているくせ、うん、またそれをまたいろいろ切磋琢磨して芸事として楽しむっていうことを、うん、はい、まあ、やっていかないけど本当にこうみんな人間っていうのはそういうものが好きで、そうね、歌や踊りが好きなんていうか、うん、持ってるんだってことは確かですね。それはね、そうですね、西洋文化でもそれこそねオペラでもクラシックでもやっぱりなんかこうお勉強すると面白くなるじゃないですか、うんうん、はい、知ってれば、はい、だから小さい時からピアノだとかなんか聴いてると、うん、そうすると見てて面白いわけじゃないですか、はい、だからそういうものがないから、まあ、まずは見たりして面白いなって思ってもらうものがないとダメなんですよ ね、 そ、 うですね、それにはやるしかない。子供歌舞伎の子でね、うん、まあ、ここで初めてサンバソーなんて踊りを教えたり、うん、はい、踊りもやったことない子で、はい、それでこの間宮古踊りを、はい、見に行ったそうですよ、うん、見たそうですよ、またまた京都に行って、はい、そしたら宮古踊りってやっぱりちょっとあちらお能の方から来てて日本舞踊とはまたちょっと違うんですよ、厳密に言うとね、うん、はい、感じが違うんですけども、まあ、でもそれを見て、うん、舞妓さんになるだから彼女がそうやって見てもうすごい興奮して、うん、見る見て、はい、喜んでね、それこそ私は舞妓になるって、うん、そう言い始めた。それ見て、それは子供歌舞伎で体験しなければ彼女は宮古踊り見ても面白いと思わなかったろう、うん、で、うん、今度も今週25日に行きますけども、はい、もうここ3年ぐらい続いてますか、はい、東踊り創建するんですよ、はい、創建それも、うん、暴れん坊の子たちも見てますね、うん、